それではガチヤグラやっていきたいと思いますが、むずいです、結論から言うと。ですね、ばっか言ってるけど、何が起こってるのか分かんないんですよね。一つのヤグラの上に乗って、そのヤグラを相手に押し込んだら勝ちなんですけど、なんて言うんでしょう、すっげえ殴り合いです、完全に。なんで目標としては、腕前はガチマッチと共通で、で本来ガチマッチがあった場所が日替わりでガチヤグラとかになるのかな。なんでガチヤグラでカンストに戻りたいなと思っております。頑張るぞ。さーて、うわー、ノバいる、ノバいる。ノバ強いんですよ。ちなみに今回はラピッドブラスター、ホットブラスター対策で選んだんですけど、大して活躍できなくて、私にはちょっと扱いが難しすぎたかという感じでね。そのままちょっともう一回やってみようかなと思います。さあ、すでに爆風が見えていますが。さあ、遠くから、遠くから、遠くから。攻めろ。よし、オッケー。どこだ？いるよ。応援したいけど。あそこにいる。よし、オッケー。来るよ、もう。バリア間に合ってなーい 9番か、どこにあった。意外と遠くまで爆発が広がった感じかな。ちょっと焦ってます、焦るね。バリアをまだ使ってないので、次のバリアもすぐに溜まるはずです。最初の1回は早く溜まる感じするんでね。なんで、さて、あそこにいる厄介なノバさんをなんとか処理したい、処理したい。オッケー。どこにいる、怖いよ。入って。うわっ、9番後ろに隠れる。よし、まずいですね。バリア溜まってないし、こっちの人数、そう、1人だけとかよくあります、このガッチヤグラのルールにおいては。間違いそうになるね。矢が何になりそうだ。よし、さーて、相手はどこかな。ノバに対しては強いよ。9番まずい、範囲広いからね。スーパーショット、そうか、ノバ持ってたっけ、スーパーショット。まずいな。奪い奪われで、こちらの方がカウントでは有利取ってますが、今まさに抜かれようとしている。すっげえ早いな、カウント。しかもオブラッシュとは最悪のタイミングに来てしまった感じする。一応止まってますね。よし、うえー、まだあったのか。しくじったぜ。さーて、奪い奪われ、裏取りたいけど、裏取ってる時間あるかな、これ。矢倉止まってない、止まってない、まずい、まずい。うー、どっ また9番ボム。あ、今後ろにありましたね。3秒後の映像、3秒前の映像か、キャプチャで確認できるんですけど、チラッと見てましたね、横に。9番強えな。矢倉はちょっと任せて、前方防衛行きましょうか。あそこにいるよ。わー、インクだー、イエー。よし、来た来た来た。よし、矢倉来たぞ、来たぞ。おら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 、ちょっとちょっと、矢倉さん、矢倉さん、矢倉矢倉邪魔しないで。どうなってる、どうなってる、怖い、怖い、死ぬ、行かせるか、後ろ、忙しい、ヤグラの後ろに隠れる。おお、バリア助かる。よしよしよし、弾かれないようにね、押していくよ。よしよしよし、頼む、頼む、私責任持って乗るから、責任持って乗るから、ついでにポーズするから。よし、ありがとう。いける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 、来ないで、こっち来ないで、来ないで、来ないで、おらおらおら、バリアじゃー、ひゃっほー、押し込み、いける、これいけるで、駆動、つやかで駆動、よっしゃー、いけたで駆動。動画よかった、撮って。まあこんな感じです。意外とバリアは弾かれないのかもしれませんね、全面戦争なんで。あー、よかった。わ、これ B 多いからもしかして増えるんじゃないの。あ、そうでもなかったです。よし、じゃあガチマッチは一回抜けた方が早いんで抜けます。ラビットブラスターさん、ありがとうございました。よかったね、あれだね、キル数が多かったのが幸いだったね。キル数がデス数を下回るとすんませんってなるんでね。
何使おうかな。ローラー、カーボンローラーな、スーパーショット強いんだけど、私はちょっと難しいから、トルネードもいいんだけどね、どれがいいですかね。ノバ行くかな。プライムシューターも捨てがたいか。あんま使ってないから怪しい感じするけど、まあこれでいこうか。プライムシューター使ってみましょう。まあ、ちゃんと相手を狙えれば強い武器です。ただ燃費がちょっと良くないのと、そうですね、射程はそこそこあった気がするけど、まあジェットスイーパーほどではないと。3発で倒せる火力も魅力ですね。さて、ハコフグ。ハコフグはあの間にね、挟まってます、ヤグラが。まずはどうするかだな。ローラーとチャージャーとホットブラスターオール出たヤグラ城の貴公子、ホットブラスターさん。かっこ殺す的な意味で。あれやばいんですよ、本当に。ヤグラに乗ってもホットブラスター近くにいたらまず死にますから。邪魔だな。よし。よし、オッケー。うわー、いる。さっきどこにいる。おれ、牽制していくよ。ホットブラスター倒せてないな。防ぐんだ。うーえー、相打ち。でも相打ちはプラスですよ、この状況。相手はローラーとチャージャー。打ち合いでは、あー負けてる。でも、あー取られた、奪った。急いで追いかけたいんだけど、あんまり飛ぶと、飛んで全滅して奪い返されると悲惨なことになるんで、ここはハコフグ倉庫に追加された新しいエリアに行きましょうかと思ったけど、時間だ。こっちだ、こっちですね。台が追加されてます。なんで裏取りができるようになってます。チャージャーさんはやっかいだからご退場いただいて。後ろにローラー来てるよ。そこにもいるよ。よし、ナイス。よし、私裏から行きます。今はちょっと時間だ。相手の人数が少ないうちに裏回って。よし、オッケー。うわー、ローラーじゃん。あうわー、やっぱ近距離のローラーの殲滅力やっぱさすがですね。ローラーコラボはさすがに人気が高いようです。ダイオウイカありますしね。さーて、来たよ来たよ、すごい勢いで来たよ。この武器のボム何だっけ。あ、センサー。センサーはこの武器あんまりどこにいるか大体わかるし。よし、オッケー。オッケー。乗り込めー。やっほー。チャージャーを逃がすな。チャージャーを逃がすな。ローラーはどこだ。ここに来るぞ。うわー、なんでなんでなんで。あ、そうか。ヤグラの上にジャンプポイントが今変わったのか。押し込むんじゃなくって。はえー。ちなみに移動床の上にジャンプした場合は、その移動床に絶対乗れるように自動追尾してくれるんですよね。だからてっきり押し込んでくれるものかと思ったよ。で、なんかいるよ。あー、厄介な。さーて、スーパーショットまだ使ってないね。あ、一回使ったか。ってことはカウントはそこまでだけど、時期に溜まる。よし。これ。どこだ？まだいるのか？よし。オッケー！全滅！乗れ！動かせ動かせ動かせ。後ろ？まずい。チャージャーさん、線に隠れるね。閉じ込められたくない。ああ、ああ、よし、来るぞ。ユーマーよし、押し込め押し込め押し込め。あとちょっとなんだ。後ろからも来る、正面からも来るぞ。よしよし、あとちょっとなんだ。上から来る。ああ、ホットブラスターおのれ。しかし11まで押し込んだ。あとは2分間、ガードガードを固めよう、ガードを固めよう。さーて、あとはどうしようかな。あ、どこにいるの。うわー、メガホンがいる。あー、せい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 。どっからネチネチしていくよ。よしよし、もう一人いる、もう一人いるな。先にそのローラー邪魔だから飛ばしておいて、ここら辺塗っておいて先陣切りましょう。ホットブラスターを止める。よし、さて次は来てるよ。チャージャー止める。スーパーショット、ほいほれ。よし、俺、ぐわー、すまねーもう一人いたか。全滅させた気分だったけど、マップをちゃんと見ておくべきじゃね。上のイカ、一匹残ってました。しくじったぜ。しかしそうか。あれか、それはいいわけだ。仮にあのイカがあったとしても、復帰途中のイカの可能性はありますからね。いずれにせよ、うかつだった。さあ、そこにいる。
行かせるな。くそ、あんまりあっちに気を取られても、うわこうなるからね。さーて、しかし取り返してくれてる。さあ、お互い1対1対マン状態ですね。相手は復帰途中かな。いや、そうでもない、近くにいる。戻された。ホットブラスターかな、見てないぞ、倒れてんの。さあ、中央付近に戻っていますね。ここはまず周りのエリアを塗って防衛しましょう。で、まず止めて、ホットブラスター倒しの、ちょっと待って、ちゃんとインクないんです、インクないんです。燃費悪いんだよ。だからちゃんとインク回復とかね、しておかないと。最初に周りを塗ってたあの時にちょっと潜ってインクの量を確保しておくべきでしたね。これがプライムの難しいところなんですよね。他のスペックは高いですからね。うまく生かしておきたいけど、もうあと守れば勝てる。ポッと止めて、そこにいる人も止めて、あー、ローラーに倒されて、動いてる、まずい。まずまず、めっちゃ速い、めっちゃ速い、めっちゃ動いてる、超速い。ちょっと待って待って待って、やばいやばいやばい、ダイオウイカで暴れ通る。どかせどかせどかせ、よしよし、乗れ、やっほー。よっしゃー、すいー、よし。おお、動画撮ったら勝てるようになったよ、よかったよかった。でもこれ、カンストを目標にしたら次回で達成する可能性がありますね。よし、なかなかの、まあちょっともうちょっとデス減らしたいけど、まあガチアグラにしてはまあ上々じゃないですかね、多分。よし、というわけで、あ、2試合で11分、長いですね。というわけで一旦区切りたいと思います。ありがとうございました。